コンサルティングとコーチングを使い分ける場面みたいなと。そもそも、はい、あのコンサルティングとは何か、はい、コーチングとは何かっていうのが、はい、多分ねそんな日本でがっちり決まってないんじゃないかなという感じがして、コンサルティングとはどういうものか、コーチングとはどういうものかっていうところで使い分ける場面っていうのがあるんじゃないかなと思います。はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティングこそ社長の仕事だということで、今日は高木とですね、ゲストに中谷さんをお迎えしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今日ももういきなり本題に、なんかね、高木さんに変わったから急に真面目なコンテンツに、あ、そうですか、はいはい、もうちょっと砕けた方がいいですか。いやそれコンセプトに従いますはい、まあ、コンテンツをいっぱい出しながら、ね、たまに面白い話が中谷さんから出てくるということで。なるほど、またハードルが上がるはい、ということで今日はですね、質問をいただいておりまして、はい、どういう質問かというとですね、コンサルティングとコーチングを使い分ける場面ということで、非常に難しい、こうどういう時にこうコンサルティングと、まあ、コーチングをこう使い分けているのかっていうところをお伺いしていきたいなと。そもそも、はい、あのコンサルティングとは何か、はい、コーチングとは何かっていうのが、はい、多分ねそんな日本でがっちり決まってないんじゃないかなという感じがして、なんかねいろんな分類されると思う。コーチングっていうのがあって、ティーチングっていうのがあって、さコンサルティングっていうのは、コンサルティング、ティーチング、コーチング、でコーチングの中に含まれるのが、その、なんていうかな、そのセラピストみたいな、何ですかあれ、カウンセリングに近いですね。カウンセリングみたいなものも含まれてるから、なんかね、コンサルティングとはどういうものか、コーチングとはどういうものかっていうところで使い分ける場面っていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、一応僕の中での定義だけ話すと、そのコンサルティングっていうのはやっぱりその、ビジネスの型を作るっていうのがそのコンサルティング業みたいな感じだと思うんですよね。例えば戦略をどういうふうに組んでいくかとか、そのどういう戦術を使ってやるのかっていう、そのビジネス上の型を作る、でそこからスタートして、で改善してブラッシュアップしていくっていうのを寄り添いながらやっていくのがコーチングっていうものになるんじゃないかなと思って、でよく巷であるコンサルティング担当って呼ばれてる人は、僕はねティーチャーやと思ってて、ティーチングをしてるやと思ってるんですよ。でもちろんマッキンゼーとかのトップコンサルタントのビジネスの組み立て方とか見たら完全なコンサルティングやってると思うんですけど、あるそのコンサルティング会社なんかはテンプレートがあって、そのテンプレートに対してどうこう言うみたいな話をしてるんで、それってもうすでに学校みたいになってて、教科書できてて、その教科書の内容を教えてるだけやから、それってティーチングなんじゃないかなと思ってるところがあるんですよね。だから本来の意味のコンサルティング業っていうのは、そのビジネスを作り出すっていうところが一番のコンサル業であって、でコーチングっていうのはそれを実行して遂行して、成果結果を出していくっていうところに寄り添っていくことをコーチング業って僕は言うと思ってるので、まあ、それのちゃんと使い分けを理解した上でちょっとお話できればいいかなと思いますね。はい、はい、だからその定義ってちゃんと日本で決まってるんですかね。あんまり聞かないですよ、ね、あんまり聞かないですね。で、あとごっちゃになってるっていうのは多いかなっていうふうに思いますね。だからどっちかというとちょっとコンサルティング業ってもっと無機質なものでいいんじゃないかなと思ってて、コーチングっていうのはその感情的なものもちゃんと捉えて寄り添っていくっていう動きになると思うから、まあ要するに頭脳労働っていうのと、はい、その日本って頭脳労働っていうものと、その肉体労働の2つしかない概念っぽく感じません？でも多分ね、頭脳労働と感情労働とその肉体労働っていうのが多分あるはず、ほうほうほう。でその頭脳労働っていうのがコンサルティング業、感情労働っていうのがコーチング業って、ちゃんと使い分けた方がいいような気はしますけどね。だからあの使い分ける場面って言われてるんですけど、ビジネスを組み立てるときは完全にコンサルティング、なるほどなるほど。じゃあゼロからやるとか、なんか再建するとか、そうですね、そのテンプレートがある域のビジネスモデルを組むんじゃなくて、その人の、
クライアントの会計情報とか、うん、その見込み客の人たちの会計情報を踏まえた上で、うん、その人そのクライアントにぴったりなビジネスモデルを作るっていうのが僕はコンサル業だと思ったから、うん、そういう時をするそういうことをする作業っていうのは、うん、やっぱりコンサルティングっていうことをやっぱりやりますよね、うんうんうん、でそれを実行してテスト改善していく中で、うん、その人間って感情が動いて、うん、そういう乗り気にならないこともいっぱいあるじゃないですか、うんうん、例えば僕ねビジネスで泊まる経営者いろいろ見てきたんですけど、はい、ほとんどがビジネスに原因があるんじゃなくて、はい、プライベートの方で原因ある人多いんですよ、例えば奥さんとむっちゃ喧嘩してるとか、その自分はちゃんとビジネス仕事をやってるつもりでも全然進んでなかったりとかするんですよね、例えば個人的な昔作った借金がどうたらか、子供が不登校になってるとか、はい、そういうことで自分がもう無意識的にストックかけて動けない状態になってる人とかも結構いるから、うんうん、そういう時はもう完全にコーチングになりますよね、うん、どっちかというとそのなんていうんですかね、カウンセリングに近いコンサルへコーチングになりますよね、うん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 、だから僕らコンサル業とかってコンサル費用とかって名目上いただいてますけど、はい、本当にそういう状態入った社長とかは、うん、事務所行って、はい、今日なんか社長乗り気じゃないなと思ったら、はい、なんか社長乗り気じゃないですねって話して、そやねん分かるみたいな、うん、ちょっと飯食いに行こうやっつって、うん、そのままお蕎麦とかお昼間食べに行って、はい、そのままあ今日もこれでいいわ言うてマジですか？へうん、でもやっぱりねコーチングするってそういうことだと思うんですよね、その、うん、もちろんその成果結果を上げるために必要な休息、もうパンパンになりながら仕事してる人もいるから、必要な休職を取るっていうことを成果結果に対して直結するんだったら、それを提供するのもコーチング の仕事の一つだと僕は思ってるから、なんかこうそういうのも一緒にやってあげるっていうのもあるんじゃないかなっていう感じがします、ね、なるほどなるほど。実際その中谷さんがその、まあ、コンサルティングとコーチングやったらどっちの方が多いとかあるんですか？なんかイメージコーチングの方が多いんじゃないかなっていうイメージなんですけど、すねうん、最近はねおかげさまでいろんなこう、はい、ビジネスモデルを作るっていう仕事はここさえ数年ではどんどん増えてますけど、はい、過去やってきたことを考えると、うん、やっぱコーチングの方が多かったなっていう感じがしますよね、うんうん、ここ5年ぐらいじゃないですか、本当にコンサルタントとしてのコンサル業みたいな、うん、あゼロからなんか作ったりとか作ってやるみたいなのは、うんうんうん、そんな感じはしますけど、その前まではなんか本当にマーケティングパネルを作るとかね、うん、そのコンサル業とも呼べないような、うんうんうん、その制作会社に毛生えたみたいな、あアリバイとしてやってたっていう感じなので、そうですね、うん、コーチングが多いと思います、うん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 、この何回かねカウンセラーの人と喋ってたんですけど、はい、カウンセラーの人にも言われましたよ、なんでそんなカウンセリング技術あるんですかって言われて、一回も学んだことないカウンセラーの人が言ったんですね、そうそうそう、何か言われて、いや全然勉強したこともないですけど、うん、いやなんかカウンセラーされてるんかなと思いましたね、多分やったんですよ、無意識に、コーチングという業種の中の一つのサービスとしてカウンセリングみたいなものがあると思うから、本体のカウンセラーと違うのは業績に直結するうんことを実行するっていうイメージですけどね、なるほどなるほど。ちなみにそれどういうふうにこう使い分けるというか、なんか結構感覚的なもんなんですかね。そうかもしれないですね。でも、まあ、ビジネスを組み立てる段階ってあんま人に介在しないじゃないですか、うん、もちろんその見込み客とかの情報を得たりとか、うんうん、競合他社の情報とかね、はい、強みを引き出すみたいなのをやったりとかするけど、うん、人の感情ってあんま入らなくないですか、そのビジネスを組み立てる。まあそうですね、人はあんま見ないというか、うんうん、そこのじゃ業種がどうなってるかとか、そうそうトレンドがどうなってるかとかとかですね、と思うんですけど、それを実行するってなるとやっぱ人とべったりやっていくことが、うん、分かりやすくそこの段階でバチッと切っちゃってもいいぐらいなんですけどね。バチッと切るっていうのはどう具体的にどういう、まあ、戦略とか組み立て、ビジネスの組み立てはコンサルティングとしてもう大手のコンサル会社ってそうじゃないですか、うん、もうはいこれビジネスモデルドン、はい、勝手にやってねみたいな、はいはい、うん、なんか困ったことあったらまた呼んでねみたいな、うん、なんかそんな感じでもう切り分けてるような感じがしてて、でコーチング会社みたいなのがあって、でコーチングを一緒にやっていく、まあ、僕らなんか中小企業さんがやっぱ多いから、そんな切り分けなんかしてたら
あのやっていけないというかね、そのこっちはこっちに任せて、うんうん、こっちはこっちに任せてみたいなことってあんまりないから、うんうん、まあ、全部できるよね、うん、やっていかないとダメじゃないかなと思ってるんですけど、なるほどなるほど。じゃあ結局その実行のとこは感情というか一緒にこうべったり入ってやっていくみたいなとこになるんですかね。まあ多くないですか、その実行するのにやっぱむちゃくちゃ感情動く、まあそうですね、やりたくないとか絶対試作、そうそう絶対これ試作やったらうまくいくけどめんどくさいなとか、うん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 、でもこれやっとくことによってこういうメリットありますよねっていうことを、うん、なんかモチベーション維持さ し, していくっていうことも大事だろうし、うんうんうん、維持していく、モチベーションをもう一回投げかけてみるってことですかね。なんでこれやろうと思ったかって、こういうことやりたかったじゃないですか。もう一回これ、めんどくさいけどやりませんみたいな。うん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 。なるほど。みたいな。結構多いんですか、その。めちゃくちゃあるし。あ、そうなんですね。そう。やり始めたこと途中で止まるって多くないですか。まあ、やるときが一番楽しいですから、ね、やろうっていう。やるぜみたいな。みたいな楽しいけど、あと入っていったら結構単純なことを何回も繰り返して、まあそうですね。いけなかったりとかすると、そこで疲弊していく人とかいるじゃないですか。でそこでもう一発目で収益ポンって上がってしまえば、そのスタッフ補填できたりするんですけど、そうじゃない場合は、同じ人がずっと淡々とやっていかないといけないから、そうなったときに、特に成果出してる経営者とか嫌がるでしょ、そういう人。ルーチンというか、こうね、そうそうそう、新しくないというか。やりたくないじゃないですか。そういうのはやっぱりちゃんと。それを実際に前に進めていく上で、まあ、メインというかコーチングの方が多いっておっしゃってたので、その前に進めていく上でこうコーチングをこう使い分けてこう使われてると思うんですけど、うんうん、具体的にどういうふうにしてこう使っていくとかって何かあるんですか。こうなんか例えば何ですかね、こうやった方がいいけどやるのめんどくさいというか、うん、その新しいことやりたい社長さんがすごい多いと思うんですけど、うんうん、でもやらないといけないって時にどういうふうにこう接していくというか、そ微妙に難しいんですけど、はい、やっぱね、その知識が足りてなくて、はい、その違う方向に向かおうとしている人は知識を提供しないといけないと思います。そこそティーチングになってるし、へえ、あ、なるほどなるほど、そうそう、だからもう混在してるんですよね。どういう場面だったら、例えばこう新しいことをやろうとしようとしたら、その新しいことを2つやり始める時のデメリットっていうのをちゃんと話して、そのデメリットに対してどういう負荷がかかるか、どういう結果を残している会社が多いか、だからやめた方がいいですよねっていう話をロジカルに説明してあげないといけないし、その感情的に本当にダメ沈んでるっていう時は、まあその感情的なサポートを共感しっかりしてあげる。で共感して、あ、お前分かってくれるみたいな、なんかこう感情の方入ってるのにまたソリューション提供しようとする人いっぱいいるじゃないですか、はい、どういう意味ですか。その問題起こってるのはこうでね、こうでこうした方がいいですよみたいなこと言う人いるじゃないですか。ロジカルに一個解決しようと、はいはいはい、めちゃくちゃ疲れるんですよ。僕もやられたことあるんですけど、はい、むっちゃ腹立つんですよね。え、何されたんですか、ちなみに。いや、だからなんか感情的に沈んでるだけでやらないといけないことって頭に、わかりますね、わかるでしょ、はい、あ、そう、もうこれやらなあかんってわかってるけど、それはね、後年ですよ、ああなんですよってイライラしてくださいって送ってるけどできてないからねみたいな、できてないだけみたいな、うるさいって言うのおかんみたいな、勉強せなあかんねんみたいな、はい、お風呂入りやみたいな、わかってるし、あと一問終わらせてやお風呂入ろうわわーできたねみたいなそこをソリューションでまだ行っちゃうと、やっぱりそのあいつとは会いたくないとか、感情的にバッサリ切られるなんてこと、成果結果残してるのに感情的に切られるなんて、多分ね、コンサルタントやられる方あると思うんですけど、それが多分原因やと思います。そういう時はちゃんと同調してあげて、しんどいっすよねみたいな話をちゃんとしながら、そばでも食べながら、どうします今日みたいな、今日はええわ、めっちゃいいですね、来年やろうやみたいな来月ね、来月またやろうやみたいな話でいいんじゃないかなって、そういう感じがします。なるほどなるほど。じゃあ結構その混在してる中で、まあ、何するかっていうのを、まあ、結構中谷さんが見つけはるんですか、従業員さんでも実際にそれをこう見つけて。従業員も結構やってますね、多分ね、コツがあるんやと思うんですけど、僕はコツを伝えれないですけどね。え、多分本人同士がこういうパターンとこういうパターンがあるって僕が伝えると、それをちゃんと見極めて、そういうふうに現場で使い分けてるような気がしますね。なんかそれ知らしてからやっぱ継続率はすごい伸びてます、ね。そうなんですね。昔はコンサルでね、スタッフ1年以内に切られまくってたんですよ。へえ、そう、
10社以上僕の仕事を任せて10社とも1年以内に切られるっていう。へえ、すごいですね。2年以内だから、うんうんうん、段階的に分かったして10何社任せて2年以内に全部仕事を任せて、うん、今は長いですよやっぱり。そうそう、だからそういうのをちゃんと理解していけば、うん、そういうの使い分けがね、うん、人間なんで、うん、できるはずなんで、うん、できるんで。なるほどなるほど、うん、では今日の質問でいただいてましたコンサルティングとコーチングを使い分ける場面というテーマで話していただいたんですけど、うん、こうまとめていただくとどんな感じなんでしょうか。まずはコンサルティングとコーチングの定義みたいなものをちゃんと考えて、うん、そのコンサルティングっていうのは頭脳労働をやると、うん、でこうコーチングっていうのは感情労働を主にやるという、うんうんうん、まあ、そこは複雑にティーチングとか入ってくるんでね、うん、まあ、使い分けとしてはそれぐらいで考えていた方が楽だよという話ですね、うんうん、でやっぱり僕らはその人と仕事をやっていくこと機会が多いですから、うん、その感情にちゃんと敏感になってあげて、うん、その感情によって自分たちの動き方を変えてあげるっていうことがすごい大事なんじゃないかなと思いますと。ありがとうございます、はい、じゃあぜひですねこれ見ていただいている方はその、まあ、コンサルティングとコーチングには間違いがあって、うん、感情と、何でしたっけ、頭脳労働頭を使うところと感情と、まあ、寄り添って、まあ、やっていただくっていうのを、まあ、意識していただくといいかなというふうに思います、はい、はい、ではですね本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひですね、いいねと、あとチャンネル登録ですね、していただければと思います。あと、質問だったりとか、コメント概要欄の方にですね、お待ちしておりますので、ぜひ質問、コメントしてください。